今回のテーマはですね、ゼロカロリーなのに太っちゃう、不思議な食べ物をご紹介したいと思います。時々いますよね、あんまり間食をしてないと、あるいはご飯もそんなに量食べてないのになんか太っちゃうんだよねとか、間食を気をつけるようにしてるのにちょっと一つ食べたら気が付いたらすごい食べちゃった気がするんですけど、あの食欲が止められなくなる原因って何なんでしょうかっていう風に質問してくる方がいるんですね。今日はその答えを皆さんに紹介したいと思います。高脂肪食って食べると食欲が暴走しやすくなるんですよ。まあでも脂肪だったら僕からさ、食べるとちょっと脂っこいもの食ってたから太りそうだなってか分かるから気をつけられますよね。気がつかないうちに太るものってのは実はあるんですよ。で今日はそれをご紹介します。はい、これ何かっていうとですね、実は塩分です。はい。実はね、塩分ってあんまり研究が進んでなかったんですけども、人間の体の中って塩分に反応するレセプターっていうのがいっぱいあるんですよ。実は腸にまで塩分に反応する、受容体があるんですよ。だから人間の体ってもう体全体で塩分を求めるようにできてるんですね。ただ塩分ってカロリーゼロじゃないですか。だから塩分自体が、まあ、例えばね、ファーストフードみたいに塩分も油もすごいみたいなポテチみたいな、ああいうのが太いそうなのはわかるんですけど、塩単独だったらどうなのってことを調べてくれた、こんな研究がですね、今日ですね、紹介する研究になります。結論から言うとですね、塩分だけ単独でも脳を暴走させて食べ過ぎの原因になっちゃうかもしれないよっていう、そんな研究です。はい。ディーキン大学の実験で48名の参加者をですね、4つのグループに分けて行った、そんな研究になります。1つ目が脂肪分も少なくて塩分も少ない食事です。で、2つ目が、脂肪分は少ないんだけど、塩分が多い食事です。はい。で、3つ目が脂肪分が多くて塩分が少ない食事です。で、最後が、脂肪分も塩分も両方高い、食事ですね。はい。こういうのを取りました。で、この実験では特に1日のカロリー量とかは決めないで、塩分と脂肪分だけをコントロールして、食事の総量、僕らのいわゆる食欲ですね、これがどれぐらい変わるかってことを調べた、そんなですね、実験になってます。はい。全員がこの実験で食べたのはマカロニです。で、なんでマカロニかっていうと、このマカロニにチーズぶっ込んだりとか、ホワイトソースかけたりとか、塩分とか、をですね、そういう感じでこうチーズとそのホワイトソースとかで、塩分と脂肪分の量を調整して行われた、そんな実験なんですね。はい。で、どうなったかってことなんですけども、結論から言ってしまうと、脂肪分も塩分も結構その食欲を増やしてました。で、脂肪がやばいってのは昔から言われてたんですよ。具体的に言うと、高脂肪食、脂肪分が多い食事だとカロリーの摂取量は 60% も増加するということがまず出ました。まあ、これは当然ですよね。脂肪自体がまずカロリーが多いし、食欲を暴走させるって機能ももともとあるよっていう風に言ってたんで、脂っこいものを食べるといろいろ食べたくなるじゃないですか。ただなんか食事が進みますよね。これはまだわかる。ところが問題はもう一個、塩分です。なんと塩分が多い食事を摂ると食欲の暴走が起きて、その結果カロリーの総摂取量が 11% 増えちゃったんです、この研究では。面白いですよね。つまり皆さん、ちょっと塩分足りないなとか、ちょっと塩もうちょっと効いてる方がいいなって塩分足しますよね。この塩分を足すとどうなるかっていうと、塩分を摂れば摂るほど塩分からはゼロカロリーなんです。ところが塩分を増やした分だけ総摂取カロリーが増えちゃうんですよ。他のものを食べたくなっちゃうんですよ。だから塩分を増やすってことによって、実はデブの元になってしまう可能性があるんで、食欲をコントロールしづらいって方は塩分をあえて減らしてみるみたいなのもいいと思います。もちろんね、脂肪を減らすっていうのはダイエットにとっては非常に重要なんですが、脳の食欲の暴走とか食欲がどうしても止められない、間食食っちゃうって人はあえて塩分を減らすってことをやってみることによって、ダイエットが成功する可能性が高くなります。それというお話でした。